皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。新しくベースを買ってしまいました。うわーっていう感じの、もうレビュー動画とか紹介動画とかそういうもう堅苦しい感じじゃなくて、単純に僕がもう新しい楽器を買って、やったね嬉しいねっていう、ほんとそんだけの雑談動画でございますので、のほほんと楽しんでいただけたら幸いです。今回買ったのはですね、フジゲンです。何気に、ね、フジゲンの楽器初めてかもしれない。別に嫌いとか避けてるわけじゃなくて、たまたま縁がなくて、初めてフジゲンの楽器を買いました。NCJB10R アクティブプロっていうベースです。もう、感想としてはね、もう、ただただ一言。最高。マジでこのベース最高です。本当に買ってよかった。マジめっちゃ気に入ってます。もう本当に今回のこのベースはすげえいい買い物したっていう、本当もその感想ですよ。どこで買ったのかとか、なんでこのベースにしたのかとか、そもそもなんでベースを買おうと思ったのか、実はちょっとね、いろいろこうてんこ盛りのエピソードがあるんですけれども、その辺の話は後でさせていただこうと思います。やっぱり皆さんね、音が気になるポイントだと思いますので、まずは音をお届けしていこうかと思います。音をお届けとか言うとまた水上さんが何か言いそうな気がするけど、まあいいや。とりあえずまあ音を聞いていただこうと思います。今、BB のケーブルでベースからオーディオインターフェースに直接行ってまして、LINE の音が、出るようになっております。聞いてみてくださいませ。まずは基本の音、こんな感じでございます。レッツトライ。んー !4 なんか、すごいよね。なんかさ、癖のない音っていうのかな、なんかすんごいこの使いやすそうな音してますよね。なんかこっからさ、そのコンプかけたりとかさ、ディストーションしたりとかさ、まあどんな加工するにしても、なんかこの素材としてさ、すごいこのクリアでさ、癖がなくてさ、なんか扱いやすそうな感じの音してると思いません？なんかすごいこの、美しい音、美しい。素晴らしいですよ。で、このベースね、またすごい面白いのが、もうこのいろんなつまみがついていることによってもね、多彩な音作りをすることができるんですよ。まず紹介したいのがこちら。このブレンドっていうつまみなんだけども、まあ、このつまみを回すと無段階で、このリアのピックアップとフロントのピックアップのブレンド具合を調整することができます。今これ真ん中にしてるからね、このちょうどリアとフロントが真ん中、同時というか、まあ、同じぐらい出てるんだけども、試しにちょっと片方に振り切って、リアだけにしてみましょう。そうすると同じベースなんだけど、全然音変わるんですよ。ちょっと面白いですよ。聞いてみてください。うわ。なんか僕ね、この音ね、なんかね、ロックっぽい印象なんだよね。また戻してみるとこんな感じ。これ真ん中の状態、さっき聞いた音。なんか全然一緒違いますよね、このリアの音。なんかビリーシーンっぽい音。なんか
コンプガチガチにしてこのディストーションかけたらなんか本当にもうね、なんかこのなんだろう、さっきみたいな感じさみたいなことやったらね、めちゃめちゃ面白そうな感じはしません。でこれを逆にこのっち側、フロント側に振り切ってみましょう。そうするといわゆるそのプレベサウンドっていうのかな、なんかこのプクプクとか、なんかこうポンポンした感じの音になります。聞いてみましょう。わお、いいですね。この音また面白いですね。いいですね。この音また面白いですね。でもやっぱ個人的にはこの真ん中のやっぱこの音が一番この低音の感覚とかね、なんかこの音の立ち上がりとかが良くて、僕はこれがやっぱバランス良くて好きだな。こちらですね。もう面白いし、リアの音。もう面白いけど、真ん中のやっぱこの音が僕は一番好きだな。皆さんどうでしょう。いやこんな感じでこのブレンド、このつまみを回すことでね、もうこれだけでも結構いろんな音を楽しめるんですけれども、今回のこの富士源 NCJB10R アクティブプロはね、こんだけではないんですよ。まだですね、いろんな音が出せるんです。ここにスイッチがあるの分かりますでしょうか。このスイッチをこのパチッといくとアクティブに切り替わります。パッシブとアクティブっていうのがあるんだけども、まあパッシブっていうのはまあ昔ながらのっていう言い方でいいのかな、ちょっと分かんないんだけど、難しいことせずにまあこのピックアップからね、このつまみとかを通ってつまみ出力するよっていう昔ながらの、サーキット回路なんですけども、アクティブっていうのは、まあ、簡単に言うとプリアンプ、音を作る装置がこの中に仕込まれていて、電池が必要なんですけども、その電池でこの駆動されたこのプリアンプに通って、出力されると。でこのプリアンプに通ることで、まあ、音質改善だったりとかね、このイーコライザーとかをかまして、このさらになんか多彩な音作りをすることができるという、そんな感じなんですよ。まあ、基本的に、ね、アクティブのベースはアクティブ、パッシブのベースは パッシブって感じなんだけども、このベースに関してはこの、ね、スイッチがついていることによってアクティブとパッシブを切り替えることができるというね、そんな感じのベースなんですよ。すごくない？ちょっとね、分かりづらいと思うんだけども、一回ちょっとパッシブの音聞いてくださいませ。パッシブの音、これパッシブ、昔ながらなんかさ、音がさ、太くなった感じしません？音が前に出たというか、なんかこの、ちょっと飛び出た感じしますよね。また、もう一回パッシブ。アクティブ。ちょっと分かりづらいかな。でもね、よく聞き比べると、ちょっとこうね、音がね、前に飛び出てるような感じがするんですよ。こういうね、ちょっとした差なんだけれども、意外とこのレコーディングしたりとか音源を作ってる時とかに、こういうちょっとした差、この素材のこの旨味っていうのかな、なんかこんなの、これがね、あるかないかでね、すごいこの音作りのしやすさとかね、ミックスのしやすさとかだいぶ変わってくるんですよ。だからこの切り替えスイッチは個人的にもすごく嬉しいなっていうのがそういうポイントです。で、このアクティブに、すると、この2つのつまみ、この2つのつまみを操作することができます。簡単に言うと、このつまみをブーンと上げると低音がプラスされて、このつまみをバーンと上げると高音がプラスされるという、そんな感じです。パッシブの時はね、このつまみ全然関係ないんだ。けど、このアクティブ、このプリアンプっていうその音を作る装置がオンになった時に、この2つのつまみが、オンになるというのが、そんな感じのシステムでございます。面白いよね。このゼロの状態がフラット。まあ、つまり何もこの音が足されてないという状態なんだけれども、もしこうね、ベースを弾いてるときにさ、ちょっとこうね、もう少し低音欲しいなっていうときがあったとするじゃないですか。そのときはですね、このつまみをブンと上げると、もうお手軽に。低音を、えぐいぐらいに追加することができます。結構えぐいよね。この低音。おぉ。
おぉめっちゃ不定めっちゃ不定ゼロにするとまあちょっとこのマックスにするとこれはさすがに太すぎるけどまあこんな感じのエグいセッティングもできるよっていうことです。で高音の方もちょっとこうね、まあ、マックスにしてみましょう。そうするとまたなかなかエグい音がする。おいちょっとこんなこと言ったら怒られちゃうかもわかんないんだけど、なんかね、ピンハゲさんみたいなことしますよね。このバキバキな感じ。こんな感じ、なんかこの3ピンが。やりたくなるような感じのね、すごいブリブリ系なサウンドになることができるんだけども、まあこんな感じでこのつまみを回すことでこの高音プラスしたりとか低音プラスしたりとかすることができるというような、そんな感じなんですよ。でこのバランサーに関してはね、このアクティブに切り替えた時も、全く一緒でございます。なんでこのリアにしてちょっとこの気持ち高音と低音を入れてドンシャリンしたりとかして、なんていうこともできると、プレイっぽくし、ビクター打ってみたくとか結構ここか、とかもできちゃう。これまた面白いよね。このはあ楽しい。楽しい。こんな感じのサーキットになってるわけでございますよ。面白いよね、これほんとね。で、この、まあね、NCJB10R に関しては、このアクティブプロじゃなくて、なんかまた別のモデルがあったりとかするらしいんだけどね。なんかまあ、いろんなベース作っててすげえなっていう感じでございますわ。で、今回このベース、このギークインボックスというですね、横浜にあるそのベース専門店で、購入させてもらったんですけども、まあ皆さん結構知ってらっしゃると思います。YouTube でギークインボックス、もう結構ね、有名なチャンネルなんで皆さんの動画見たことあるかもわかんないんだけども、その佐賀さんっていうね、その店長さんに、Twitter でねちょっとフォローさせていただいて DM で、ベース欲しいんですけどなんかこういいベースありますかねみたいな感じをお店にこうバーンと突っ込んで、そしたらもうね佐賀さんがねもう予算いくらですかなんて話になって、できれば10万円くらいなんとかしたいっす。でもビクター打ってみてこう、ね、バキ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 できるようなんかそういうベースが欲しいんですなんて言ったら、なんかパソコンカタカタって言って、ああこれかなって、でそのねお店のスタッフさんに、あ、これなんとかで、あそこの倉庫に入ってるから、ちょっと取ってきて、なんて言って。で、そのスタッフさんが持ってきてくれて、で、佐賀さんがね、このバート出して、ちょっとこう調整したりとかしてくださって、これとかどうすかねみたいな感じで、この引かしてもらったら、もうこんな感じで、もうすげえ感じで、うわー、これは買いです、これは買いです、速攻買います、もう買って帰りますって感じで、ほんともう、触って1分2分ぐらいで、買いますって言って、すぐ購入させていただきました。ほんとね、もう、餅は餅屋ですわ、ほんまに。もう、やっぱね、ベース専門店がね、横浜まあね近くなんですけどね、に会ってくれて本当に良かったなって感じでございます。佐賀さんの尊説は本当にありがとうございます。めちゃめちゃいい買い物させていただきました。マジでね、もちはもちは、皆さんもやっぱりベースに困ったらベース専門店に聞きましょう。
もし横浜にアクセスできる方いらっしゃったらですね、ベースに困ったことあったらもう必ず、ギークインボックスにも訪れることを強く強くお勧めします。でちょっとですね、そのギークインボックスの、この NCJB10R アクティブプロの、この販売ページっていうのかな、その説明ページみたいなのもあって、そこにこう坂さんがですね、このベースの特徴をすごくわかりやすくまとめてくださっているので、よかったらの概要欄の方にリンク貼っておくので、それもよく見てみてくださいませ。日本が世界に誇るギターファクトリー富士源のプライベートブランドより発売されていたネオクラシックシリーズの限定モデルみたいな感じで、もうすごいこんな魅力をガッと書いてくれてるので、よかったらチェックしてみてくださいませ。そんな感じでですね、今回に関しては富士源のこの NCJB10R アクティブプロのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。で、すっごい雑談なんだけど、皆さんのピンハゲさんってわかります？ピンハゲさん、多分有名なところで、そのツイッターでめちゃめちゃバズってたのが、リサのグレンゲのベースを歌って、ベースでメロディを弾いてみたみたいな動画があって、ね、あれが多分すごいめちゃめちゃバズって、それで見たことある方結構いらっしゃると思うんだけども、そのピンハゲさんは、めちゃめちゃこうスラップとかバーンってやったりとかして、こう、なんだろうな、僕が好きなタイプのベーシストさんなんですよ。で、まあ前からね、そのピンハゲさんね、面白いし、なんか好きだなってずっと思ってたんだけども、ある時こうツイッターパート見てたら、その佐賀さんが、ピンハゲさんのシグネーチャーモデルを入荷しましたみたいな、なんかツイートをされてらっしゃって、で、それでこうね、ピンハゲさんのツイートをね、リツイートをされたんですよね。で、それで僕、そのツイッターでピンハゲさん見つけて、あ、ピンハゲさんなと思って、で、こう、ちょっとどんなツイートしてんのかなみたいな感じで、ツイッターのプロフィール開いたら、フォローしてくれてたんですよ。で、それにびっくりして、嘘、ピンハゲさん僕のことフォローしてくれて、めっちゃ嬉しい、フォロー返そうみたいな感じで、フォロー返して、もうなんかすごいテンション上がって、うわぁ、もう俺もピンハゲさんの挑戦状受けるしかねえ、うわぁみたいな感じで、その日撮影とかしたんだけども、もう全部すっぽかして、もうその足で、もうフォロー返して、もうそのままもう佐賀さんにDM 送って、今からお店に行くんですけども、いらっしゃいますかって感じでね、いますよ、みたいな感じで。で、そのまま、もう横浜に行ってベースを買って、もうピンハゲさんの挑戦状の動画を見て、このむずいんだこれ。できねえ練習しようって感じなんだけどね。まあそんな感じのことがあって、ピンハゲさんからフォローいただいてることに気づいてテンション上がってベースを買ったって、そんな感じの流れでございました。ピンハゲさん知らないよって方はですね、ぜひツイッターの方にですね、 YouTube の URL と、ツイッターの URL も載っけておきますので、見てみてくださいませ。すんごい面白い人だから、本当に個人的に好きなのは、この白日のカバー動画かな。なんかこのね、ピンハゲさん歌ったりとかさ、そのギター弾いたりとかさ、ベース弾いたりとかしてさ、もうね、本当ね、演奏能力がね、すごい高い方なんですけどもね、それプラス、なんかこの企画力っていうのかな、なんか面白いんだよね、本当ね。その URL、白日のやつも、載っけておきますので、ぜひとも見てみてくださいませ。もう僕が言ってる意味がね、すごいわかるから、あー、ピンハゲさんおもろみたいな感じに絶対なるから、そんな感じでございます。ちょっとまあね、話が長くなりましたけども、今回に関しては、富士源のベースを買ったんで、ピンハゲさんの挑戦状に受かるように、これからベースバシバシ練習していこうかなという感じの内容でございました。皆さんもですね、本当も楽しい方々いらっしゃるので、その佐賀さんだったりとかね、ピンハゲさんだったりとか、まあ藤毛のベースだったりとか、まあいろんなこと興味があるところにですね、チェックしていただけたら幸いでございます。ん？今日本語おかしかったな今日本語おかしかったな。まあ面白い人がたくさん世の中にいるので、ぜひとも皆さんのチェキラしてみていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。そんな感じでこれからも頑張ってベース練習します。以上、終わります。最後までご視聴ありがとうございました。グッバイ、さよなら、じゃあねー。最後にちょっとお知らせ。私、滝沢勝成、 YouTube メンバーシップなるものをやっております。ジャワ会なんて言ったりとかしてるんですけれども、まあその会員さん同士でなんかこのツイッターやったりとか、なんかこのオフ会やったりとか、交流会やったりとか、あと僕が知らないとこでね、その会員さん同士がなんかこうスタジオに入ってね、一緒に練習したりとかさ、なんか飲みたりとかしてるらしいんだけれども、まあそんな感じでこうね、一つのコミュニティみたいなのをやっております。なんかこの僕も行くような限定のオフ会があったりとかさ、なんかこの会員さん同士発表会をやったりとか、まあそんな感じでこうね、大人のサークル活動みたいな感じで面白いことをやっておりますので、もしよかったらですね、興味があったら1ヶ月だけでもいいので、チェック出していただけたら幸いでございます。興味がある方は下のメンバーになるボタンから、もしくは、概要欄の方にあって、こちらからというリンクをクリックして、チェック出していただけたら嬉しいです。そんな感じです。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。